チャンネルへようこそ。今日はこのボールを使って、深呼吸がメインなんですけど、それをやりながら関節とか骨の間の隙間をしっかり作っていくエクササイズ、エクササイズっていうか深呼吸かな、それをメインでやっていこうと思います。こういうボールをお持ちの人はどうぞ準備してください。これボールがない人はちょっと固めのクッションなんかを準備して、またそういうものもないっていう人は少し厚手のバスタオルみたいなものをくるくるくるっとこうそれこそ恵方巻きみたいなさ、あんな風に丸めた形で準備してください。それでは今日も、しっかりねやっていこうと思うんですけど、なんでこれをやろうと思ってるか話そう。まずそうだ、急にほら寒くなったりして気圧が下がるじゃないですか。そうするとこうぐっとこう潰れちゃうんですよね。でこの気圧の変動があるとどうしても骨にダイレクトにこの荷重がかかっちゃうし、やる気も起きないわけで、だから運動もしないんだよね。なんでもう二重三重に体に良くないことが起きちゃうと。それを改善するぞって、それは簡単だと、こういうものを使って深呼吸をやればいいんだ、そして背伸びを最後に入れればね、これで完成だ、この程度の運動でいいんですか、実はそうなんですよということを今日やります。よろしくお願いします。それではスタート。ではまずこのボールをひょっこらせ、いつも私が仙骨の下に置きましょうって言ってますね。そこへ置いてください。仙骨って思ったより上にあるよねっていつも言ってます。でそこに置いたらゆっくり足を伸ばして、腰が痛い人は絶対無理しない。でその時にお尻の裾の方ね、下の方を広げてあげると自然と足がさ、こうインみたいな、内側につま先が軽く倒れるような感じになるんですね。それをまずやっていきます。お尻広げて、お尻広げて、お腹も広げて、お尻広げて、だん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 皆さんの親指さんが床の方に沈んできたと思います。そしたらゆっくり右手天井、これで腰にビリビリっときたり腰に負担かかる人はもうやめてください。そういう人はここに置いときます。またもしくはもっと腰が痛い人はもう曲げますよ。で、いける人だけ右手上げて、さあ右の肋骨触ってみてください。右の肋骨が鼻開いてないですか。ちょっとシャツを下ろすようにしてなだめといてください。十分なだめることができたらチェンジしますね。左手も上げて、左の肋骨も十分なだめてあげてください。頑張らなくていいのよ、頑張らなくていいのよ。そしたら戻してきたら両手ダイヤモンド、いつもこれを置いて恥骨を遠くにぶら下げて息を吸って、吐いた時さらにね、お尻が広がって恥骨と尾骨が遠くに伸びていく。吸ってお尻を緩めて、吐いても背骨がこうグククククッとこう伸びて、向こうにボールの向こうに沈んでいこうとしているイメージを大事にしましょう。吸ってお尻を広げて、吐いて尻尾がボールの向こうに伸びていきますよ。吸った時お尻を広げて、吐いて尻尾がボールの向こうに伸びていきますよ。吸ってお尻を広げてください。吐いた時に尻尾がボールの向こうに伸びていきます。その時肋骨はリラックスしてますよ。ラスト、吸ってお尻を広げて、吐いて尻尾をボールの向こうに伸ばして、そしたらゆっくりお膝曲げてきてください。さあニュートラルポジションになってますよね、いつものやつね。ここで一回ダイヤモンドでチェックしておいてください。股関節、指の先っぽが入るぐらいちょっと隙間が出てたら嬉しいです。ここで腹式呼吸いきましょう。息を吸って、お腹と腰の後ろに空気を入れて、吐いてお腹だけストーンと下げてきます。本当にね、
なんていうんですかね、あのキューってジップロックの空気抜いていくような感じ。吸って広げて開いてふーっとお腹のジップロックを締めてくる感じ。吸って大きく空気を入れる。吐いてストーンと薄くする。吸って腰の後ろとお腹に大きく空気。吐いてストーンと沈める。吸って腰の後ろとお腹に大きく空気。吐いてストーンと沈めて、そしたら右手ゆっくり耳の横に伸ばし、左手もゆっくり耳の横に伸ばして、もう一回呼吸します。吸って吐いて、肩は頑張らないけど指先は遠くに伸びていくような感じ。でも尻尾は丸くなってきませんよ。吸って吐いて、肩は上がらないけど指先は遠くに伸びていく感じ、大事にします。吸って吐いて、お腹ストーン、尻尾ぶら下がる、指先が遠くに伸びてます。吸って吐いて、ワン、ツー、スリー、ラスト、吐きます。そしたらゆっくり体の横に手を戻して、一回横向きにコロッとなって、お尻のボール取りましょう。足を伸ばしてみてください。だいぶ腰の後ろが伸びてるの感じられてると思いますよ。一回背伸び入れましょう。肩頑張りませんよ。腰も浮きません。しっかり伸ばしたら、今度は皆さんの肋骨の動きも取り戻していきたいから、よいしょ、右の肋骨の下で、ここでまた呼吸。腕はもう楽なところに置いといてください。息を吸って、ボールを潰す。吐いて脱力して、吸って、吐いて脱力して、吸って、胸でボールを潰すぐらい大きく空気を入れて、吐いて脱力、吸って、吐いて、吐きます。そしたらゆっくりこの上の手上げてきて、下の手で上の手首ちょっと引っ張りながら呼吸しますね。頑張らないでくださいよ。そしてこの上の足も遠くに伸ばして、下の足は曲げておきましょう。息を吸って、ボールを潰す。吐いた時に足も伸びるし、脇の下、腕も伸びてきます。で、緩め、ボールを潰す。吐いて手と足が伸びる伸びる伸びる。吸ってボールを潰す。吐いて伸びる伸びる伸びる。吸って胸に空気。吐いて伸びる伸びる伸びる。ラスト胸に空気。吐いて伸びたら OK。 ゆっくりこれ手前置いてね。ゆっくり肘ついて起き上がってきて、反対行きますよ。よいしょ。こうやってね、起きて向き変えるとか大事よね、三半規管のために。まず膝揃えてていいですから、楽な姿勢で行きましょう。吸って肋骨でボールを潰すぐらい空気入れる。吐いて脱力。吸って広げる広げる潰す。吐いて脱力。吸って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 、吐いて脱力。吸ってボールを潰すぐらい空気入れて、吐いて脱力。ラスト、吐いたらゆっくりこの上の手をね、下の手で軽くキャッチして、下の足を伸ばし、あ、下の足は上の足を伸ばし、下の足軽く曲げときます。じゃあ行きましょう。吸って肋骨でボールを潰すぐらい大きく広げて、吐いた時ぐーっと手足を伸ばしてあげてください。はい、リラックス。吸って広げて、吐いて伸ばす、伸び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 。はい、
緩めて、吸って広げて、吐いて伸びて、吸って広げて、吐いて伸びて、吸って広げて、吐いて伸びて、OK。ゆっくり戻してきたら、どっこいしょと起き上がったら、今度はこの肩甲骨の間、ここに入れて、ドン。首が痛い人は頭の下にもね、何かクッションを置いてあげてください。大丈夫な人はこのままいきます。少し右と左に揺れてみましょう。8 7 6 5 4 3 2 1。そしたらゆっくり耳の横バンザイに手を上げ、息を吸ったとき背中でボールを潰す、吐いて脱力。右と左の背中に同じだけの空気入れる、吐いて脱力。そしたら両手を横に戻してきて、もう一度吸って、右と背中にしっかり空気入れる、吐いて脱力。吸って、右と左の背中に空気を入れる、吐いて脱力。ラスト、吐いて脱力したら、しばらく乗っかっておいてください。気持ちがいいなと思う方向にこう傾いてもいいしね。楽な姿勢でゆっくり深呼吸を繰り返してくださいよ。8、必ず吸うか吐くかを繰り返して、7 6。腕を伸ばした方が気持ちいい人はこうやってもう自分のいい角度で、3 2 1。 OK。 そしたらまたコロンと横向いてボールを取ったら、お腹に置いてまとめます。息を吸って、吐いた時ストーンとお腹にボールが沈む沈む。吸って広げて、吐いてストーンとボールが沈む。吸って広げて、吐いてストーンとボールが沈む。吸って広げて、吐いてストーンとボールが沈む。ラスト、広げて、吐いてお腹のボールがストーンとお腹の中に沈んだら、ボールを横に置いて背伸び3回でまとめていきましょう。伸びて伸びて、腰の後ろも浮かない、肩も頑張りすぎない、膝の裏がしっかり伸びて緩めます。もう一丁、伸び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 、緩めて、ラスト、伸びて伸びて伸び、伸びたらゆっくり体側に手を戻して、そっと右足左足を曲げて、ゆっくり胸に抱えてきたら一呼吸。ちょっと腰の後ろをゆらゆらと丸めてあげます。8 7 6 5 4 3 2。さらに少し転がります。1 2 3 4 5 6 7 8。真ん中でストップ。ゆっくり足を伸ばしたら、右手天井、左手天井、息を吸いながら耳の横、吐いて体の横に手を戻したら、ゆっくりロール。はい、お疲れ様でした。だいぶすっきりしたと思うし、シャキッとしたと思うので、ここから家事をしていただいたり、本当にこのまま寝てください。この姿勢で気持ちよく眠れると思います。ぜひお役立てください。寒い日には深呼吸と背伸びです。それではまた。